おはようございます。アジアチャンピオンです。今日はヒューマンビートボクサーの一日ルーティーンをご紹介したいと思います。まずは毎朝5時にヒューマンビートボクサーは起床しております。この日は大変うなされておりますが、何か悪い夢でも見たんでしょうかね。はい、そして起き上がりまして、起床してまず始めにするのはカーテンを開けることですね。ちょっと寝癖がひどくて恥ずかしいんですけれども、はい、こちらが僕の部屋になります。まあ一般的なビートボクサーの部屋ですね。こちらはまあビートボクサーだったらみんなこんな感じのシンプルな部屋になってるかなと思います。で、5時に、毎日起きましたら、まずはベッドメイキングですね。布団を畳んで時計を片付けて一日を元気よく始めようということで、ベッドメイキングは毎日欠かさずしております。はい、枕もきちんと畳んで、ビートボクサーが信仰している神様にまずは朝一礼をして一日を始めます。なんのはい、5時1分になりまして、ベッドメイキングが終わったら毎朝モーニングビートボックスをしております。もちろんヒカキンさんとダイツさんのビートボックスゲームをコピーしようと頑張っております。はい、そしてここのできなくてヒカキンさんがこう笑いながら腕を組むところ、ここも、毎朝コピーをしておりますね。まあ、ビートボクサーでしたら毎朝やるのは当然かなと思いますので、まあ、特に変わったことではありません。はい、そして5時3分ですね。まず起きたら、ビートボクサーはまずトイレに、行ってうんちをしますね。まあ朝からうんちをするということは、いいヒューマンビートボックスをする上で最も欠かせませんので、これは大事なところです。はい、そしてトイレでもビートボックスを練習する。これはもう完全にヒューマンビートボクサーなら、これはい、おならも口でしちゃいますね。ヒューマンビートボクサーは口からおならが出ますので、決してお尻からはしないということだけは覚えておくと、今後、ヒューマンビートボクサーとの、ね、付き合い方にも少しね、距離ができるかと思いますね。ありがとうございます。そして今5時半なんですけれども、まあ今のところ27分ぐらいトイレをしております。踏ん張ることも口の筋肉につながりますので、ここはヒューマンビートボクサーには欠かせないところですね。そして5時45分、まあ、42分ぐらい経ったところでようやくお尻を拭きます。そしてお尻を拭くのもただ拭くのではなく、火が出るほど摩擦しますね。そして踊ります。はい、ようやく、台をね押して流しまして、まあトイレに約まあ1時間弱はいるかなといったような形です。はい、消臭も大事なので、消臭しながらヒューマンビートボックスを、いたします。はい、しっかりですね、信仰している神様に、お辞儀をしたところで、次は6時1分歯磨きをしていきますね。はい、ヒューマンビートボクサーは口をよく使うので、しっかりとエチケットとしても歯磨きは、1秒で終わらせていきます。まあこの日はちょっとね、長い、思ったより長く歯磨きしましたね。いつもはこれの半分ぐらいの時間で歯磨きは終わらせるんですけれども、はい、すっきりいたしましたので、洗面所出ますね。ちょっと寝癖が
恥ずかしいです。はい、6時2分になりました。僕は毎朝必ず白湯を一杯飲むようにしています。白湯で体を温めて頭を起こす作戦なのですが、だいぶ冒頭しちゃってますね。だいぶすいません、冒頭しちゃってます。僕はあの朝ごはんはあまり食べられないタイプなので、まずはまあ白湯で体を温めてぼーっとしてから、まあ、本当に軽い朝食を、まあ、これから取ろうかなと考えながら、あ、めちゃくちゃ飲みます。あ、白湯をそんなに急いで飲んだら危ないん、汚いですね。はい、ということで白湯で体を温め終わりましたら朝食を食べます。いただきます。まあ、先ほども言った通り朝からですね、あんまりがっつり食べられるタイプではないので、この日はセイコーマートのカツカレー2個とごつ盛りの醤油ラーメンカップ麺を1個食べております。まあ少しはね、食べないとちょっと頭も体も働かないので、少しはね朝食食べるんですけど、ちょっとあの食べなさすぎだよって言われるかもしれないんですけど、ごめんなさい、これがちょっと胃袋の限界でして、いやちょっともっと食べなよってね言われ、ちょっとコメントに書かないでください、これ限界なんですよ。いやすいませんね。まあ本当にサクッと食べる感じで、まあ白湯がメインみたいな感じですかね。朝食は白湯がメインというような感じ、白湯がメインというような白湯がメイン、まあこのぐらいは最低限食べておかないとヒューマンビートボクサーとしてはエネルギー不足になってしまうというような形ですね。かなり汗をかいているんですが、まあ夏なのでしょうがないですね。決して頑張って食べているとか満腹ということではなく、夏なので、はい全部食べましたね、夏なので汗をかいているというところでございます。ごちそうさまでした。はい、声がガラガラなのも決して満腹で死にそうで声がガラガラなわけではなく、夏がそうさせた、そういうことです。はい、軽い朝食を食べ終わりましたら、まずは自分の部屋に戻ってきます。そしてですね、ヒューマンビートボクサーが誰でもですね崇めている神様を祭壇に祀っておりますので、まあこれはヒューマンビートボクサーだったら誰でも祀っていると思うんです。よろしくお願いします。こちらに挨拶をさせていただいて、お祈りの時間となりますね。よろしくお願いします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 はこれ570回言ってます。ラウンド1。はい、ここでもですねヒカキンさんと大地さんのビートボックスゲームを、まあ、僭越ながらコピーをさせていただいて、日々の感謝とともにお祈りをさせていただいております。ここがねできませんよね、大地さんの。はい、ここ、はい、この、ヒカキンさんのこの、はい、この腕の組むとこね、ここも再現しないとヒューマンビートボクサーではないです。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、そして神様にこの感謝の気持ち、このありがとうございますは760回言ってます。はい、ということでお祈りはですね、今の時点で3時間ぐらいはお祈り、まあお祈りのダンスも含めさせていただいているんですけれども、まあだいたい3時間、最低3時間ぐらいはどのビートボクサーでもですね、
まあ、神様に向かってお祈りの時間は取っているんじゃないかなというのは思いますね。まあ、これはもうお祈りダンス、お祈りダンシングですね。はい、お祈りスーパーお祈りダンシングですね。はい、これもスーパーお祈り腕回しダンシングですね。もう4時間経ちました。ありがとうございました。はい、礼儀はねめちゃくちゃ大事なので、そうですね、部屋に飾っている、まあ、神様にですねしっかり感謝の気持ちを述べてから、部屋を出るということになります。お願いします。お願いします。はい、そしてお昼、まあ、お祈りを済ませてお昼正午になるわけですけれども、まあ、お昼もねちょっと、まあ、あまりお腹がね空いてないので白湯を飲ませていただいてますね。白湯はやはり体が温まるのでこのようにぼーっとしてしまいますね。白湯を飲むとぼーっとしてしまいますよね。まあ、白湯はですね、いくら飲んでもぼーっとしてしまいますよね。ゆっくりと、一杯の白湯を時間をかけて、ゆっくりとですね一杯の白湯、この時は2杯ですけど2杯の白湯をゆっくりと時間をかけてですね飲んでいき、まあ3杯ともなるとまあ手も震えてきますけれども3杯の白湯をゆっくりと時間をかけてですね、4杯、まあ、この日はね白湯中毒、白湯中毒になってますけれども、その4杯の白湯をゆっくり時間をかけてね、時間をゆっくり行けよ、ゆっくり行けよ、なめんなよお前、ゆっくり飲め、ゆっくり飲め。はい、ということで昼食を終えたので外出の時間ですね。ヒューマンビートボクサーは自分の部屋の扉におまじないをかけると外に出れます。まあ、ちょっとね刻みは7割ぐらいの成功率なんですが、はい、森になります。まあ、この刻みを習得すればいつでもですね自分の部屋から森へ、行けますのでお試しいただければと思います。それでは外に出ていきましょう。はい、ということで午後2時になりました。毎日ですねマイナスイオンを感じながらビートボックスをしています。ここでもビートボックスゲームのこのコピーをですねしっかりとビートボクサーとして練習をさせていただきまして、この俳優での組むとこ、ここ大事ですね。ここはもうヒューマンビートボクサーだったら1日700万回はやりましょうね。はい、ということで1時間ぐらいビートボックスしまして午後3時になりましたらマイナスイオンを感じつつ、はい、やっぱ、
午後4時になりまして、彼は今マイナス4を感じています。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 はい、午後7時になりまして、帰ってきたらまずヒューマンビートボックスの動画を鑑賞いたします。それに合わせてですね、しっかりとビートボックスの練習も欠かさず家でさせていただきます。これはもうヒューマンビートボクサーにとっては日課となりますので、しっかりとヒューマンビートボックスの練習をここでさせていただいております。もちろん見るのはヒカキンさん VS 大地さんのビートボックスゲームの動画でございます。しっかり隅々ヒカ大神様の信仰心を忘れず、心の安寧を取り戻すことにより、この世に生を受け、ヒカHa ha ha ha!
おはようございます。アジアチャンピオンです。今日はヒューマンビートボクサーの一日ルーティーンをご紹介したいと思います。まずは毎朝5時にヒューマンビートボクサーは起床しております。この日は大変うなされておりますが、何か悪い夢でも見たんでしょうかね。